チッチッ誰も知らないなんだっけ今回は。あ、じゃあ武器紹介屋さんイカレタコスケでござるよ。今回はね、最強武器防具シリーズなんだけど、まあ本当のなんだか最大火力とかの武器防具ってのはもう結構紹介されてると思うんで、個人的にビルダーをやってて武器枠とか圧迫してて邪魔になっちゃったから、なるべく減らしたいなって思った時にこいつは便利だって思ったものを紹介していくぜ。はい、マスターソードよりも強い武器、それがこちらハイリアの盾でござるよ。このハイリアの盾と防具ね、蛮族シリーズ、鬼神シリーズもあるけど、まあ個人的には蛮族シリーズの方が洞窟を巡るだけで入手できるんで簡単かなといったところでござる。これ全部でね、攻撃力確か 1.5 倍になるんだけど、このハイリアの盾、まあもちろん前作からやってる人は知っての通り、耐久値800っていうバケモンでござるよ。耐久値800って他の武器が下手したら10とか20の中、耐久値800、つまり800回振ることができるんでござるね。入手も超簡単。マスターソードも早く取れるけど、ハイリアの盾も早いよね。この、お城の裏側、この水辺から入った先で拾うことができるでござる。がしかしよ、宝箱から入手するんで、これ壊してしまうとね、耐久値800あるとはいえ壊してしまうと、再入手が不可ではないんだけど、めんどくさくなってしまうでござるね。なんで、壊れる前に、岩奥田で回復するでござるよ。で、岩奥田、いろんなところにいるけども、一番たくさんいるのはここだね。桃鹿の祠というか、まあ、このデスマウンテンの周り。おい、一応これ、もう多分、常識だとは思うけども、一応お伝えしておくね。ここにいる岩奥田、この辺で探すとね、あと数体いると思うんだけども、この吸い込みね、この吸い込みに対して、盾を置いておくと、あいつが吸い込んで、そしてキヤーンって光って、吐き出してくれると。これで耐久値が全開になって特性がつき直すと。これ赤い月が来るごとに1匹につき1回のみしかできないけども、まあぶっちゃけ耐久値800だったらね、次の赤い月まで余裕で持つでござろう。で、何をつけるか、とりあえず破砕系をつけておけば全て対応可能。別に破砕系じゃなくてもいいんだけども、破砕系だとね、岩も壊せるし、弓矢なんかを手に入れる時のための、木箱なんかも破壊できるし、当然、ライネル素材であれば攻撃力が高いので、1.5 倍でぶん殴ることができる。攻撃力75、耐久値800っていうね、とんでもねえ武器になるでござるよ。で、こういう敵を戦う時にさ、武器を使うのもったいないからね。まあ、破砕系はとにかく楽だね。何でも使える、ほんと。そして骨武器得意、まあね、いろんな条件を揃えなくていいっていう点で言うと、今作かなり使いやすいのがこの骨武器得意だね。夜行シリーズとこの異次元悪霊系についてんだけども、静かさアップがついてんのもミソだよね。これ骨武器得意、骨系の素材または武器を使うと攻撃力が 1.8 倍になるっていうとんでもシリーズ。ただね、骨で付けられる素材でめちゃくちゃ汎用性が高いものってのが少ない。モルドラジークの顎骨か、スタルヒノックスの角あたりになってくるでござるね。ただ、この辺わざわざ取りに行くのはビルダーとしてはめんどくさいっちゃめんどくさいんだよね。なんだったらストーリーが進んでくると、白銀ライネルとか、なんだったらもう白銀ボコブリの角でも、さっきの鬼神シリーズで、や、蛮族シリーズ、と合わせるだけで結構火力が出るんで、まあ、わざわざ取りに行くこともないのかなって感じなんだけども、相性のいい武器がある。それがこれ、七宝のナイフでござるんで、英傑武器でゲルド地方のストーリークリアとミニチャレンジ、装飾ショップのミニチャレンジをクリアしなきゃいけないんだけど、ただね、こいつを作る過程でモルドラジークを倒すことになるんで、作っておくとまあまあ便利かなっていうね。ラジークハンマー、単純に七宝のナイフとモルドラジークの顎骨をつけたもので、これのねメリットっていうのは、ゲルド地方をクリアした時点で特に周りの敵のレベル、白銀ボコブリンとか出てこないレベルでもモルドラジーク自体はいるんで、かなり早く取れることで、
このね、七宝のナイフの耐久値が60、すなわちモルドラジークの顎骨をスクラビルドすると85回触れてしまうっていうね、非常に火力が高くて高耐久の装備で、でさらに骨素材なんで今90にあるけども、この骨武器特異系の防具をつけてるとそれが 1.7 倍だか8倍っていうね、160、70ぐらいの高耐久武器に変わるんで、高耐久の武器っていうとマスターソードがあるけども、マスターソードって割と早く眠りについちゃうんで、その隙間であったりマスターソードを作るまでの隙間としては最高峰ではないかなと。ちなみにゲルド地方のストーリーを進めて、まあ、ゲルド地方の、ね、ストーリーをクリアした後、装飾品ショップで、装飾品ショップってミニチャレンジを受けると、だいたいこのルマリン砂丘付近にねモルドラジークがいるんで、そいつを倒すことでこの七宝のナイフ作ってくれる NPC が装飾品ショップの前に現れるでござるよ。あ、この人だね。で、素材なんだけど、この2箇所、ここにゲルドの探検を持っているリザルフォスと、それからゲルドの盾が落っこっているなんかね岩の塔みたいなのがあるでござるよ。ここでその素材がゲットできるでござる。あとはダイヤモンド3つぐらいかな。で、一応作っておけば修理ができるんだけど、英傑武器ってそのままだとさっきの方法で修理できないのね。で、どうやるかっていうと、他の武器にスクラビルドした状態で修理してもらう。オクタに修理してもらう。で、スクラビルドして修理してもらったものを、ここでコロッと分解してもらう必要があるんで、ちょっと手間なんだけど、耐久値85あるんで、まあ、例えばどっかにねマスターソードと一緒に冒険に出ようってなった時に、まあ、マスターソードが眠りについた時にとりあえず85回触れる高火力の武器として使えるんで、かなりね武器スロット節約することができるでござるよ。まあ、ぶっちゃけ全部火力武器にしてる人にとってはそこまで必要ないかもしれないけど、タコつけみたいなねいろんな素材を武器にひっつけている人にとっては割といいかな。もしくは武器のスロット自体があんまり空いてないとかね。まあ火力としてはこんな感じ。あんまりリーチがないのかな、ちょっとたまに傷だね。お前は何色なんだ、何色リザルフォースなんだお前は。あ、白銀リザルフォースだったね。白銀リザルフォースもサクサクサクと倒せてしまうでござるよ。ただまあさっき言った通り、モルドラジーク、毎回狩るのが面倒、みたいなね、タコスケタイプの人のための今回ご紹介なんでね、一応ラジークハンマーの威力見せたでござるけども、単純に七宝のナイフに高火力の素材をつけるだけで、ある程度火力と耐久値が確保できるんで、まあこの七宝のナイフはね、作っておいて損なしかな、といったところでござる。悲しいお知らせでござる。よっしゃ、動画撮って、武器をポコポコ変えてたらファイリアの盾どっかに落としてきたでござるよ。ちなみにそんな人がいるかわからんでござるが、素材そんなに高火力のやつポコポコ使えない、もったいないっていう人はこれね、トゲ骨でござるな。デスマウンテンとか砂漠にもコロコロ落っこってたっけ。このトゲ骨何気に攻撃力がね7あるんでござるよ。なんで七宝のナイフにつけるとプラス14で42、骨なんでここに 1.78 倍の効果がかかって、まあ大体80ぐらいの攻撃力を持った武器になるんで、もしまだあんま強い敵とも戦ってないし、そんな強い素材もないよっていう人はこの辺りを使うといいかもしれんでござるな。そしてこれは先ほどまでお伝えした、まあ武器でも可能なんだけども、序盤から使える火力テクニックとして凍結破砕ってのがあるでござるな。凍らせて、まあ、こいつは弱いけどね。で、こういう武器で、溜めて、殴る。そうすると、3倍だったかな、大ダメージが与えられるんで、耐久値をあまり消費することなくね、簡単に敵を葬ることができるでござるよ。まあ、そしてさらにね、まあ他にいろんな強い武器があるから、結構、あれでござるよね。影に隠れがちでござるけど、こいつお前氷もしないのお前。
で凍らせるでござるね。でここにさらにこれ攻撃力ね、これ22だったかな、でござるね。攻撃力22しかない青ホラブリンブーメランでござる。これぶつけるとこの投擲ボーナスと破砕ボーナスと、どこ行った、拙者のブーメラン、あれ拙者のブーメランどこ行った、え拾った、あった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 、わかるでござろうか。ちょっとね他の武器に比べて派手さに欠けるんだけども、ほい、この22の武器で白銀ボコブリンを3発程度でね倒せるようなダメージが出てしまうという。ちなみにこれ単体を相手にしてるでござるけども、凍った場合はブーメラン貫通するんで複数の敵に対して使えるでござるよ。なんでね、まあブーメランねそんないっぱい持ってないかもしんないけど、この漂流のブーメランブーンって投げて、みんな凍ったところにこれもう一個のちょっと何でもいいんで、あのそこそこ火力があって余っている素材をつけたブーメランブーンって回して破砕していくと大ダメージが与えられるよっていうね、まあ、ちなみにこれ蛮族装備のボーナスも乗ってるでござるから。でおそらく破砕系の素材、まあ、打撃系の素材じゃないとダメージ出にくいんじゃないかなと思うでござる。いやー序盤の方から使えるめっぽう頼りになる武器っていうと、昔これが昔っていうほどでもないでござるが、これね大砲槍でござるな。この連射力やしかにいかにって感じでござる。すごいんだけどバッテリーの消費量がね半端じゃないでござるよ。すぐ武器壊れちゃうしね。まあこれはこれで使いどころがあるのかなって感じでござるけども、これはエネルギー問題さえ解決できれば、使い切っちゃうとやっぱ赤ゲージになっちゃうんで、レンダーよりも単発で使った方が使いやすいのかな。これ普通に適当な槍でも白銀ボコブリに倒せそう。ただすぐ壊れちゃうな。これあ壊れてしまった。さ、一度紹介してるでござるが、まあ最強雑魚処理戦術としてはもう間違いなく最強たる煙だけ槍でござるな。もう不意打ちをねしていくんでござるよ。これラジークハンマーをつけた斬新のショット、ぶっちゃけこれじゃなくてもいいでござるよ。これもろもろブーストさせるとほとんどの雑魚が一撃だけども、まあ単純に高火力の武器であってもいいでござるな。これはね強すぎる雑魚処理において。もう気づかれてないからね。で骨吹きである人ないんだけども、この異次元悪霊シリーズとあれでござるな、もう一個なんだっけ、あの真っ黒いやつ最初に言ってたこれか、夜行シリーズはそう静かさアップもついているんで不意打ちさらにしやすいんでござるよね。まあ、これで何回でも、何回でもって言っても、切り替えた直後はね、使えないんだけど、でもまあほんとすぐ使えるようになるからね。まあもうぶっちゃけ、雑魚処理においてこれを超えるものは、ないんじゃないかなっていうね。ぶっちゃけ、ちゃんとブーストされていれば、悪銀モンスターであっても、ワンパンだからね。で、いろんな場所、入手場所を教えてもらったけども、この、森人シリーズでござるか。一番簡単なのが、まあ、やっぱり覚えやすいってのもあってね。コログの森のデクノキ様のてっぺんでござるね。ワープも近いしね。というわけで、いかがでござったろうか。ちなみに地下ではね、マスターソードが覚醒して、地下では覚醒してじゃないな。正気をまとってる敵に対しては、覚醒して 1.5 倍の威力。でガノン系には2倍の威力になってるでござるから、地下探索の時はマスターソードもねしっかり強化して使えるでござるよ。ってなわけで、まあいろいろとね準備するのがめんどくさい男の近接武器紹介でござった。
ちなみに弓もサクッと紹介すると、まあ弓はもうこれ重心の弓 ×3 で十分でござるね。これで爆弾撃つか、もしくはなんだっけ、あのこれだね、ギブドの骨、こいつをつけて撃つかの2択が非常に強いでござるよ。まあそして、あの拙者めんどくさいから食べなかったでござるけども、食事の攻撃力アップレベル3を食べるとさらに攻撃力 1.5 倍なんで、まあボス戦なんかの時はね、食べていくといいかもしれんでござる。それでは TU。回れ回れやれ風車、また同じ場所へ帰って、揺れて揺れて